さあ今月もバンスタースタートです。今日のゲストは最前線で体を張るお二人です。まずは見た目もプレーも存在感抜群、茅沼雄生選手。そして気合一番、八戸のビーストこと島田拓海選手。テントリア野獣2人が来ちゃいましたダブルブーストです。茅沼選手怖い人じゃないですよ。あ、大丈夫大丈夫。可愛らしい一面もあるって聞いてますけど、何飼ってるんでしたっけ？ワンちゃんのフレンチブルドッグっていう犬種なんですけど、ミルキーちゃんって言います。ミルキーちゃん。インスタもやってるんで、ぜひフォローください。ミルキーちゃんのインスタがあります。ありがとうございます。すごい。そんなお二人ですね、はい、今日ちょっとチャレンジしていただきたいことがあるんです。はい。何ですか？発表します。バンスタリフティングチャレンジ。ということよくない。いいですね。今日はプラスタにバンスタ独自のリフティングコースを設置しました。まずはポールの間を通り抜けるくねくねゾーン、そしてゴールバーの上を通すハイキックゾーン、ラストは大小2つのハードルを飛び越えるハードルゾーンとなっております。海君いいですか？海君帰りましょう。大丈夫です。まだオープニングですか？商品用意してます。おお五戸町の、はい、ホームタウン応援大使新山選手おすすめの馬肉の尾形の馬刺し用意してます。馬刺し大好き。俺も山梨出身ですけど馬刺し食って育ってたんですごい盛り上がった。一回ちょっと味見だけいいですか？馬刺し用意ないですか？ない。それでは早速参りましょう。先陣を切るのは島田選手。スタートです。行きましたね。大丈夫、ま、時間あるからね。オーケーオーケー。そう、時間制限はないんで。リラックスリラックス。オーケーオーケー。あ、くねくねゾーン。ここ結構今強風吹いてて大変だと思うんですけど、うん、見てくださいこの技術を。すいません、今日比較的プラスター風弱い方だと思いますよ。おー、いいねいいね、はい、いいね。次はちょっと高めに上げて、ね、自分も移動してトラップしなきゃいけない。オーケー。馬刺しのこと考えな。おいいじゃん。おいいね、いいね。オーケーオーケー。しますよ。これはお見事。絶妙な高さのキックで自らは余裕を持って移動、危なげなくボールをコントロールしました。いいですよいいですよ。次ハードルゾーン、 この高さは大丈夫ですよね多分ね。そうっすね、低めは。でもユナー禁物っすよ。オーケー、柔らかい柔らかい、いいじゃないですか。あ、もういけるな、これ。最後やったやったやった。もういいな、ナイス。やったやった、すごい。島田選手馬刺し獲得です。ありがとうございます。さて、茅沼さんはまだこの後チャレンジ。別人選手。バンスタリフティングチャレンジ、次は茅沼選手の挑戦です。いきます。ちょっと風出てきました。風が出てきましたね。ちょっと風出てきましたね。おっとおっと、ギリギリのところを通ってきましたけど、いや風、おっと、カメラにパフォーマンス余裕ありますね。さあまずはアウト挟みました。おおおお、やっぱ見せますね。余裕ありますね。はい、来ました。ここですね。風すごいな。危ない危ない危ない。どうだどうだ。行った。落ち着いている。こちらもお見事。高く蹴り上げたボールが落ちてきたところを難なくコントロール。見かけによらず繊細なタッチです。さあ馬刺し近づいてきましたよ。馬刺し、お、なんか危ない危ない危ない、やけどしたえ、なんでなんで、シュッシュッシュッ、謎でしたね今、はい、もう一回高く上げてましたね、はい、ここで一回 CM だ。余裕ありますよ。よし、ここの置きました、まあ、さあ最後ここ難しいですよ。いた、来た、来た、いた、おおおおおおおクリアです。おい、今足引っ掛けたって今。えぇ、ー、中井さん、なんもない、なんもない。いや、おめでとう。クリア、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 一回、ま、たもう一回行こうかなと思ったよ。風に押し返されてやめようと思ってすぐ行きました。お二人ともに
成功ということで。いや、よかったです。やっぱ繊細さ持ち合わせてるんですね。持ってますね繊細の塊ですプラスター探検隊、今日はプライフーズスタジアムの照明について調査しようと思います。プラスタといえば全国でも珍しい様々な光の演出ができる LED 照明が設置されていて、ナイトゲームを盛り上げています。今日は特別に照明の操作室にお邪魔して、照明スタッフの山木さんにお話を伺います。これがこの機械が、はい、ライトを操る機材なんですね。機材なんですよ。なんかこう数字があったり、あ、前灯とかなんかボタンっぽいものが、タッチパネル形式ですね。早速点灯ボタンを押してもらうと。いいですか。はい。3、2、1。こんな感じですごい。なんかナイトゲームの時の方が緑のピッチ映えますね。鮮やかな緑のピッチが浮かび上がりました。さらに気になるのは数字が書かれたボタン。じゃあ1番押してみます。はい、ちょっとじゃあ照明がどうなるんだ。いきますよ。はい、はい、お、かっこいい。すごくないですか。このように数字ごとに様々な光の演出がプログラムされているんです。これは選手もサポーターもテンション上がりますよね。これただね、僕思うんですよ、これ演出って何かいろいろ音楽とかアナウンスとかに合わせて行うわけですよね。はい、タイミング間違わないかなってドキドキしてる感じですかね、もしかして。もうここ一人で寂しくやってるんでバクバクになりながらやってますそうなんですね。そうなんですよ。なんだ、じゃあサポーターみんなこう楽しそうにしてるんですけど、はい、その楽しさっていうのはこの緊張でドキドキしてる山木さんがあってこそということですね。そういうことですね。これが今日の調査結果になります、はい、さあそして2人のユニフォームなんですけども、昨シーズン大好評だった三者対戦モデルのユニフォーム、今シーズンも7月から9月の夏期間に登場です。今年はなんかフィールドがゴールドに変わりましたね。はい、どうですか、ゴールドのユニフォームって普段着用する機会あんまないじゃないですか。ないですね。はい、かっこいいですよね。ちょっといかついですね。ね、はい、これがゴールキーパー用の黒なんですね。はい、黒もかっこいいですね。なんか竜が描かれてそう。このユニフォーム着てどんな活躍をしてくれますか、島田選手。かっこいいユニフォーム着て、最高の試合をしたいと思うので、皆さんこのユニフォームと僕たちを見に来てください。お願いします。では貝沼選手もお願いします。もう全部言ってくれました彼がぜひ試合に好きに、スタジアムに足を運んでください。お願いします。さあ、しましょう。しましょう。最後の最後無駄に入れといてください。